はい、こんにちは、116ウィンズです。アメリカでは現地5月27日はメモリアルデーの祝日、兵役中に亡くなったアメリカ軍兵士を追悼する日ということになっているんですが、実は野球界でもしばしば一つのチェックポイントと言われることも多いです。というのも5月下旬までシーズンが進めば、もちろんまだシーズン序盤とはいえ決して少なくはない試合数、だいたい50試合くらいは消化している時期でもありますので、シーズンの戦況も徐々に見え始める時期でもあると、チームの良し悪しですとか選手の調子の良し悪しですとか、そういった点についてさすがにまだシーズン序盤だからの一言では片付けられなくなってくるためです。やっぱりいくらか信用できるようにはなってくると。で、現地5月23日時点の順位表を見てみますと、正直誰がこの展開を予想できたでしょうかね。AL 中地区のトップを走るクリーブランドガーディアンズが33勝17敗で勝率6割6分、リーグでも勝率2位で、そのすぐ後ろを走るのがカンザシティロイヤルズで、こちらは32勝19敗で勝率6割2分7厘、リーグ勝率3位。この2チームがここまでの好スタートを切ってくるとは本当にびっくりですよ。昨年の AL 中地区といえば、地区優勝したツインズ以外の4チーム、そこにはガーディアンズとロイヤルズも含まれますが、4チームが勝率5割未満でフィニッシュし、 MLB の中でもかなり苦しんでいた地区といった印象ですが、今季はまるっきり逆の展開と。今回はそんな素晴らしいスタートを切ったガーディアンズとロイヤルズの2球団に着目し、今季に至るまでの話ですとか、また今季ここまでの良かった点、さらにはこの後のシーズンに向けての課題なんかを話していければなと思っています。まずはガーディアンズから見ていきましょう。2022年に地区優勝したガーディアンズでしたが、昨年は76勝86敗で地区3位。盤石だった投手陣がやや成績を落とした中で、打線も苦しく、 WRC プラス92は MLB22位、特にかなりパワーレスだった印象で、実際昨年シーズンでわずか124本しかホームランを打つことができず、これは MLB でぶっちぎりの最下位でした。コンタクト重視で足も絡めるスタイルのチームとはいえ、さすがにここまで長打が出ないとなかなか得点は増えてこないといったところでしょうか。そんな状況でしたが、オフのガーディアンズは予算の制約などもあってか、目立った補強には動かず、メンバーは昨年から大きくは変わっていません。ただ投手陣に昨年怪我で離脱の期間が長かったエースのシェーン・ビーバーとトリストン・マッケンジーが戻ってくることは、私が開幕前に行った順位予想でも大きなプラスになるのではと考えていました。ただ蓋を開けてみたら、今季のガーディアンズ打線の頑張りが想像以上でしたね。WRC プラス102は MLB11 位と昨年から大きく数字を上げていますし、得点数に至っては MLB5 位と、むしろ MLB 全体で見ても今のところかなり得点できていると。ホームランも昨年と違って MLB の真ん中程度くらいには打てているのもいい点なのかなと。序盤は主砲のホセ・ラミレスがややスロースタートでしたが、最近は絶好調ですし、現在怪我で離脱中でありますがスティーブン・クワンが猛打を振るっていたりですとか、あとは予想外の活躍を見せている選手としてはデイビッド・フライがいますよね。打席数は決して多くはないとはいえ、 WRC プラス200オーバーの活躍を見せると誰が思ったでしょうか。またガーディアンズ打線全体として非常に勝負強さが光っている印象も強く、勝負強さを示す指標クラッチは MLB トップ。重要な局面になればなるほど打線のパフォーマンスが上がっていて、ランナーがいる状況下でのバッティングも MLB トップクラス。もともとコンタクトに長けた選手が多いチームですが、重要な場面ほどアプローチが洗練されている部分もあるかなと。だからこそここまで得点できるのかもしれませんね。投手陣に関してはビーバーが開幕早々トミージョン手術で今季絶望というアクシデントに見舞われましたが、チーム防御率5位とその強さは相変わらずですし、特にブルペンですよね。ブルペン防御率、ファングラス算出のウィンザブリプレイスメントともに MLB トップと圧倒的な成績をここまで残しています。投打が噛み合えばそら強いですよね。で、今後に向けて気になるところを挙げるとしたら、やはりまず今の勝負強さをどこまで維持できるかですよね。打線は水物とはよく言いますが、勝負強さに関してもどこまで続けられるかはやはりわからない。5月に入って打線全体の調子はちょっと落ちてきた中で、依然として内容以上に点は奪えていますが、それでシーズン完走できるのかどうか、ここは気になるかなと。あとは先発陣ですかね。先発防御率こそ 3.83 と MLB でも真ん中くらいの成績ですが、ハードヒットやバレルは多く許していますし、三振を奪えない割にフォアボールをそれなりに出していたりと、内容があまり良くないなと。ビーバーがいないマッケンジーも肘の不安を抱えていたりと仕方ない側面もあるんですが、これではシーズン持たないのではと不安にはなります。ギャビン・ウィリアムズが来月あたりに復帰できそうなのは明るい材料ですが、願わくばトレードデッドラインで先発補強もしたいかもしれません。こういった点がどうかなと思ったりもしますが、他方でガーディアンズブルペンが今くらい圧倒的なパフォーマンスを見せ続けるのであれば、こういった不安はあれどどうにかなってしまう可能性もあるんですけどね。続いてはロイヤルズです。昨年は56勝106敗で地区最下位。再建期が長期化しつつありますが、2021年以降年々成績が悪化傾向にあり、またマイナー整備も思うように進まなかったりと、なかなか苦しいチーム状況にありました。
ただそんなロイヤルズですが、昨年オフは予想外に積極補強を敢行。ルール上の制約からロイヤルズは来年のドラフトロッタリーに参加することができず、もはやドラフトのために負け続ける意味もないこと。さらには他の地区と比べてチャンスが多い AL 中地区の状況を鑑み、 FA でセスルーゴやマイケル・ワカといった選手たちを獲得してくるなど、チーム強化に動いてきました。とはいえ全体的な戦力ではまだまだ他球団に劣る。いきなりの上位進出は難しいのではと個人的には考えていました。しかし今のところはロイヤルズフロントの動きが正しかったと言わんばかりのチームの好成績。特にルーゴ・ワカを加えてテコ入れした先発陣が本当に素晴らしいですよね。先発防御率 3.03 は MLB 4位、ファングラス算出とウィンザブリプレイスメントは2位と MLB トップレベルのローテーションへと大躍進。昨年途中にレンジャーズから加入し、後半戦は圧巻のピッチングを見せていたコール・レイガンズは順調にエースの階段を上っていますし、 FA で加入したルーゴも防御率 1.79 と予想以上の活躍ぶり。ブレイディ・シンガー、アレック・マーシュも好投を続け、誰が投げてもゲームメイクできるのは強いかなと。昨年 MLB でもワーストクラスのローテーションだったのが1年でここまで劇的に変わってしまいました。打線に目を向けるとボビー・ビット・ジュニアが MVP 級の活躍を見せれば、サルバドール・ペレスが34歳にしてキャリアハイペースのバッティングを見せて攻撃陣を牽引。ロイヤルズ打線全体の WRC プラスは平均くらいですが、中軸がしっかりしているのと、あとは積極的に振りに行っているせいか三振が少なく、またアスレチックな選手が多いおかげか盗塁数もそうですが走塁指標も素晴らしく、走塁面で大きくプラスを稼げていると。だからこそ得点数が MLB 4位とガーディアンズ同様点に結びついているのかもしれません。またロイヤルズ打線もランナーがいるとよく打っており、ランナーがいる場面での WRC プラス134は MLB 3位となっています。先発がゲームを作って打線が足も絡めながら得点を奪っていくエキサイティングな野球を見せているロイヤルズですが、今後の課題はやはりブルペンでしょう。あまり抑えていないのもそうですが、内容も良くはなく、ウィンザーリプレイスメントは MLB で25位。このままですと夏場以降苦しくなってしまって、それこそ昨年のレンジャーズの後半戦みたいなことにちょっとなりかねないかなと。幸いブルペンはトレードデッドラインで最も手を加えやすいポジションではありますので、夏場まで勝ちを積み重ねることができればここは力を入れて補強したいところかなと。あとは結構外野陣のパフォーマンスがまずく、外野陣の WRC プラスはわずかに65で、当然ながら MLB 最下位。打線全体に厚みを増すという点でもここも補強は必須かもしれません。もう一点個人的に注目しているというか、どうなるか気になっているのが来月の対戦カード。ガーディアンズと7試合、ヤンキースと4試合、そしてドジャースと3試合と現状 MLB でも上位のチームとの対戦が多く組まれていますので、こういったチーム相手にどこまでやり合えるか、ある種の試金石になるかもしれません。戦力層に対する不安が依然としてないわけでもないですので、怪我などには気をつけつつも、ここでも互角に戦えるようですと本当に期待してもいいかもしれません。ということで今回は今季ノリに乗っているガーディアンズとロイヤルズについて話してきました。サプライズチームの存在はペナントレースを盛り上げてくれますが、今年はこの2チームがそうなっていくのか、今の戦いぶりをどこまでキープできるかは今後注目していきたいところです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。